エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は8月の26日から9月1日までのジェネラルリーディングで C のカードを引かれた方へのメッセージです。 C のカードは1回前に出てきたことあるんですけど、39でゴデス・シャクメットとファイヤーゲートでパッション・オブ・ザ・ライオン・ハートのカードが出てきています。まさしくこれ、この獅子座の日食の後にぴったりのカードだと思うんですけど、5月の9日に喉軸が獅子座、水瓶座に移って、特に獅子座がノス喉ですからね、そして獅子座の0度で新月が起こって、そして、つい先だって、1週間まだ経ちませんけれども、日食がありましたよね。で、その獅子座の29度近くで日食があって、もう今太陽はですね、逆行している彗星と今重なってますね、3度4度あたりでね。で、確か、まだ金星が獅子座に今日入りましたね、昨日あたりね。今1度ぐらいです、獅子座の。そして火星が今日ちょうどですね、ノスノドの24度で、獅子座にいるんですよね。だから確かに太陽はもう乙女座の方に移ってますけれども、まだこの獅子座のエネルギー、金星と火星がこれからどんどんアクセスしてきますので、まだまだ続くと思うんですけど、このカード引かれた方、やっぱりね、これ、情熱のハートですよね。まずちょっと先にこの、ファイアーゲートをお見せしましょう。私も大好きなクリスタルなんですけど、アゲートというのはやっぱり、メノの一種なんですけど、メノのことですけどね、日本語で言うと。特にこのファイアーゲートと言われているのは、こういうちょっとこう、なんて言ったらいいんでしょうね、こうちょっと白っぽいこう模様が入ってるんですよね。で、ものすごくパッショネートな、こう伸び上がっていくような火のエネルギーと、とてもアゲートそのものがとてもですね、グラウンディングしてるエネルギーがあるので、今回のやっぱり3つの、ABC のカード、どれもですね、やっぱりとても大切なのは、このやっぱりこうグラウンディングをしていくことがとても大事なエネルギーだなと思います。ちょっとパールはちょっと違うんですけど、パールもですね、このパールはものすごいパワフルなメッセージのカードですね。私もこれ引いたんですけど。で、こちらのね、ファイアーゲートのカードは、最初の2枚は333のマスタークリスタルの、カードなんですけれども、こっちはゴデスのエネルギーでですね、こうクリスタルゴデス888の方から来てるカードクリスタルですね。ちょっと、この先週のグリッドを向こう置いてですね、ですね、これは3番のカードなんですけど、こちらの、マンダラオラクルカードの方は39番になってますね。でもこれも39は足すと12になって、また3になるので、やっぱり非常にこれはですね、こう創造性、クリエイティブなエネルギーにあふれたカードです。そしてここにシャクメットでセイクレッド・レイジ、ファイアーゲートでインナー・ファイアと、そしてマニフェスティング・スルー・パッションというふうなタイトルがついています。このシャクメットというのは、エジプトの、ライオンの頭を持った女神様なんですけど、やっぱりこのカード引かれた方は、今本当に自分の、皆さんのお一人お一人のハートのエネルギーをもう一度しっかりとハートで、ハートを中心に生きていくっていうことを、自分のお腹の中にしっかりと落とすことが大事なような気がしますね。インナーパッションでしょ、インナーファイヤーでしょ。だから、このカードのメッセージは、一つはですね、やっぱりこの日食で大きな夢を持って、こんな風な生き方をしてみたいという意図をセットしてみましょうというのを、私は皆さんにお伝えしました。で、実際にそういう意図を持って、こんな風に生きたいなって、なんていうのかな、ハートのパッションをですね、しっかりと
受け取っている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、中にはこのカードを引かれた方、実は本当はこんな風に生きたいっていうようなことがあったんだけど、もしくはあればいいんだけど、今はそれどころじゃなくて、とても辛いことがあってですね、やっぱり思った通りにならなかったりとかですね、いろんなことがやらなきゃいけないことの方が多すぎたりしてですね、ちょっと、どこへ行けるのかわからないように目標を見失ってしまって、かなりハートがハートブロークンですかね、まあ、失恋なんかしたりもそうでしょうね、ハートが傷ついてしまっている、とてもがっかりしてしまって疲れ切ってしまっているような方もこのカードを引いているかもしれません。で、それはどういうことかというとね、やっぱりハートっていうのは愛でアクティベートされるんですよね。だから本当に逆に言うと愛で生きようとした時やっぱりハートがアクティベートされるんですけど、それと同じぐらいハートというのは すごいショックを受けたりとかですね、ハートブロークンってよく英語で言いますよね、失恋なんかした時に心がすごく傷つくことをハートブロークンって言うんですけど、とても傷つくのもハートなんですよ。だからそれでもそのハートの中にはですね、この内側の火がずっと燃えてるんですね。だからこのカードのメッセージは、今このカード引かれた方への皆さんへのメッセージは、どんな状況にあろうとも皆さんのハートのエネルギーとしっかりつかまってですね、生きていくということを大切にしていきなさいというメッセージだと思います。そして今とても疲れてしまってハートブロークンで、ある意味とても鬱状態になっていらっしゃるような方はですね、このカードのメッセージは、そうやって疲れてしまう時もあるよね、だから休んでいいんだよ、しっかりと休むことであなたは癒されてまた充電できるから、今ライオンハートのエネルギーやパッションがですね、ライオンハートとつながることであなたのハートにたくさんのエネルギーを充電してあげるから、そのライオンハートのなんていうのかな、エネルギーを受け取ることを、その力をしっかり信じて今を生きましょうというメッセージじゃないかなと私は思いますね。葵さんもね、今日メールくだすって、まあちょっとに病院でですね、今治療を受けてらっしゃるんですけど、まあ月末には9月の終わりには帰ってきてくれますけれども、私は死を引きましたよって書いてましたね。ああなるほどなと。まあ葵さんもこちらへやってきて、2ヶ月弱でですね、一度、まあもともとね、秋ごろに一度日本に帰るということを計画してらしたみたいなんで、まあそれはちょっと早まったような形になりましたけれども、多分これは偶然じゃないなって私は思うんですね。彼女の場合は獅子座が12ハウスですから、やっぱり12ハウスというのは自分の、12ハウスとか魚座とか海王星のエネルギーというのは私たちにコントロールできることを超えてる世界ですから、で今本当にそういったところからもたくさんのサポートが来てますから、この A と B と C のカードどれを取ってもですね、今週はとても本当にパワフルなエネルギーが降りてきてます。で、特にこのロソフィア A のカード、このロソフィアは本当に素晴らしいクリスタルなんですけど、この今日はですね、このロソフィアとこのアゲートとこのパールをですね、みんな一つ一つ瞑想した後で、今度は全部一緒になってですね、瞑想してみました。で、まあいろんな組み合わせで瞑想してみたんですけど、やっぱり一つ一つ違うんですよね。でもとてもこの3つはパワフルでした。今回はちょっと前回のようにですね、グリッドを作るような ごめんなさい、クリスタルがないのでちょっとグリッドは作れないんですけれども、どれをとってもですね、今しっかりと前を向いて、たとえそれがどんなふうにできなくても
できるか分からなくても、しっかりと自分のハートの声に耳を傾けて、ごめんなさい、失礼、生きていこうというふうにですね、まず決意をすること、それがとても大切な時なんじゃないかなと思いますね。今週のジェネラルリーディングの最後のカードはエクスペリエンスですよね。経験のカード。そして経験を通して前に進んでいける。今本当にこの今年2017年の前半が終わってですね、今後半に入ってきてるんですけど、この、8月のこの日食の後からエネルギーがぐっと変わってきてますので、いよいよ本格的にここで今しっかりともう一度リフレクションしてですね、9月の9日に満月があります。これ魚座の満月です。だからある意味魚座というのは、今申し上げたように自分では宇宙の無条件の愛そのものを表すようなエネルギーで、言葉で無条件の愛とは言うものの、それが具体的にどんなにすごいものなのかというのは、私たちには計り知れないものがあるんですね。宇宙の真理というのは、あくまでも私たちはきっとこうだろうというふうに思いますけれども、それがジュピターの表す射手座の世界ですけれども、そこを超えた私たちには所有することができない世界が魚座なんですね。だからこそでも魚座のエネルギーをにフェイス、ね、を信頼してですね、そことつながっていこうとした時にですね、ものすごく考えられないような奇跡が起こってきます。ですからこの魚座の満月の時にですね、今またこの日食でいろんなものが今また浮かび上がってきてますから、そこでいろんなもの出てきたものをしっかり受け取る中で、魚座の海王星の宇宙の無条件の愛の中にしっかりと痛みも悔しさも喜びもですね、ある意味受け取ってですね、流していく。そしてエネルギーを循環させていくことでですね、本当に9月の20日にですね、私も第3回目のそれから本格的な有料のウェブナーをスタートさせるんですけれども、この日食の後にアファメーションした種をまいたものを実際に、水をやって芽を発芽させてくるようなエネルギーが20日ぐらいから流れてくると思います。乙女座は魚座の反対の世界です。私たちの、今を生きる肉体を持った地のサインですから、私たちが、最高に自分のスキルを、使ってですね、高めていくことができるエネルギーが乙女座です。ですからそこにその乙女座と魚座の濃度軸をこの2年半ぐらいね、1年半、ずっと私たちは歩んできましたから、2016年大変な時にね、もう一度この獅子座の水瓶座の濃度軸の後でですね、もう先に耕してきたこの乙女座の、エネルギーをですね、しっかりと使っていけるようになると思うんですね。そのためにも今はしっかりと自分のハートの声に耳を傾けて、あったかいものをどんどんひしひし感じている方はそれをしっかり感じて、それからそれを感じる前にとても傷つく方が感じてしまっている方は、それも一つのプロセスとしてしっかりと受け取ることで、大きな癒しとまたすごい大切な充電期間をもらっている1週間になるんじゃないかと思います。はい、ですね、6日の満月の動画もうすぐアップしますけれども、その前に、9月20日のですね、第3回のウェブナーの、お申し込みと具体的な詳細の情報の、動画を作ってアップします。そして9月の6日までには早割でですね、なんともう
ほぼ 40% 引きくらいの価格でですね、皆さんにご提供しようとするので、もうこの動画の、下にもリンクを貼っておきますので、よろしかったらぜひですね、早めにお申し込みください。この獅子座の新月、この日食でまいた種がですね、具体的に2020年の終わりまでどのように、実ってくるのかという、今本当にものすごい、もう何回も生まれ変わってもこのぐらいすごいエネルギーはめったにないというようなエネルギーが流れてきています、宇宙から。で、同じような、エネルギーになってくるのは、あと500年経たないとないですから、そのぐらい今とてもとてもすごい、時が来ているので、私はどうしてもそれを皆さんに伝えたくて、ウェブナーを してるんですね。ですからよろしかったらぜひご参加いただければ嬉しいと思います。はい、本当に、素敵な1週間をお過ごしくださいね。それではまた来週お目にかかりましょう。 Thank you so much. So much love.